皆様ごきげんよう、ユーランドです。金曜日の日経平均先物ナイトセッションは37,440円で引けています。大引けから2,410円下落しています。先物の,の冷やしチャートを確認すると、ナイトセッションのローソク足、こちらですね。上髭の長い陰線で引けています。一番下にある水色の移動平均線は20日線です。 わずかに下ひげが出ていてその20日線付近から少しだけ切り返したところで引けています続いて冷やしのボリンジャーバンドを確認します大引けの時点では上から2本目オレンジのプラス2シグマ上回って引けていましたがナイトセッションの下落で真ん中紫ミッドバンドは25日線ですがこれを40円下回った位置で引けています 25日移動平均線、乖り率も確認します。日中の時点では6%情報に乖りしていました。これがかなり強烈な乖りで、画面左上を見ていただくと、前回7月11日史上最高値の局面ですね、7%というのがありますが、それに次ぐ水準の過熱感がある位置まで上昇していたということになります。 そしてナイトセッションですね。25日線少し割れるところまで下落してますので、乖離率は0%ということになります。9月の上旬の安いところですね。マイナス4%付近から反発しているというのが確認できます。仮にこのラインが切り上がっていくとして、マイナス3%で計算してみると、昨日時点の25日線で計算してみると、 36,355円という水準が見えてきます。他のインジケーターでもこの水準数多く出てくるのでサポートラインとしてワークするかどうかチェックしていきたいと思います。まず一目均衡表ですね。青の転換線、赤の基準線どちらも割れています。そして一旦画面左側の黄色の地高スパンも逆転しています。今サポートになるかもしれないところは雲の 上限ですね。36,400円水準に位置しています。続いて200日移動平均線とダブルトップのネックラインを確認します。赤い線が200日移動平均線です。37,700円水準ですので、ここは完全に下回って引けています。その下にある黄色の水平線がネックラインですね。 ダブルトップは3月の高値と7月の史上最高値。このダブルトップのネックラインが4月19日の安値36,710円です。ここはまだ守っていてサポートする可能性があるということになると思います。9月の9日や11日の35,100円、200円水準ですね。まあ、この安値をつけた局面は黄色のネックラインが一旦レジスタンスとなって で、推移しているというのが確認できます。それを19日の木曜日に上抜けてから一気に上昇していました。で、今そこから戻ってきているので、価格帯別出来高もここでもみ合いがある分厚くなっていますので、一旦サポートになる可能性はあるラインと推測されます。あとこの形ですね。カップウィズハンドルを形成してくるようなチャートの動きにも見えます。 続いて日経平均の EPS を確認します2505円ということで最高値を更新しています昨日時点での PER が15.90です直近安かったところ先ほど見た9月前半の局面ですね14.6という水準があります例えばこの2505円の EPS でですね PER が 14.6倍水準まで下落する場合の価格を計算すると36,500円水準になります。続いて冷やしの QRC を確認します。上昇示唆する水色リボンでの推移継続しています。ナイトセッション大幅な下落ですが、まだ水色リボンの中に位置しています。パラボリックの要点は 6営業日経過していて、現在35,968円にパラボリック位置しています。平日の動画でもお伝えしていますが、今年に入ってからは相場自体が強いというのもあって、パラボリックの要点の日数がですね、前回は18、その前は24、その前は20ということで、20前後、 要点が継続することとがが多いというのが見て取れるわけなんですがこれもですね、今まだ3万6000より下にパラボリックありますが、今回の場合はこれだけ一気に大幅な下落をしてきているので、もしかすると1桁営業日で引転してしまうかもしれないという流れもあるかもしれませんが、先ほど確認してきた雲の上限やネックライン、 あるいは PER14.6 倍水準ですね。36,500円前後ということになりますが、そのあたりで反発できれば、直近のパターンと同じように、まあ、前回は18ですけども、2桁営業日、要点が続いて再上昇していく可能性もあるということになります。続いて、フィボナッチリトレースメントを確認します。トレンドラインは8月5日の安値から昨日の高値に引いてあります。 一番上の水色の水平線が23.6%押しです。ナイトセッションの引けですでに割れています。その一本下がとても重要だと思います。黄色の水平線38.2%押し36,260円に位置しています。フィボナッチとしても重要ですしこの9月前半局面ですねもみ合った局面水準でもありますのでここを守れない という下落になると今はなかなか想定できないような安値あるかもしれないと推測されます続いて週足の QRC を確認しますまず昨日の引け段階までのロウソク足は週足陽線現物と同じですね大陽線で引けていて26周線も上回っていましたそしてナイトセッションはこの状態ですねこれが確定するのは来週の金曜日の大引けなので まだあくまで暫定的ではありますが、一旦26周線で上髭をつけて、13周線と13周春移動平均線、水色の線ですね、も下回っています。そして赤の基準線ですね。今日見てきたサポートラインで複数あった水準ですが、36,430円に位置しています。一目均衡表、週足の基準線ですね。 割れるとまずいところ、非常に重要なサポートラインになると推測されます。続いてドル円の冷やしチャートを確認します。昨日日中はですね、日経平均高いところでは、ドル円も146.5付近まで大幅に上昇していましたが、その後円高に触れて、ご覧のような上髭の陰線でほぼ安値で引けています。142.15付近です。 ドル円がどううう動くかっていうのは非常に重要だと思うんですよね。9月16日に140円割れたところ139.57付近ですねここを守るか守らないかというのは日経平均のですね先ほど見てきた3万6000円前半水準ですねを守るかに非常に大きく関係があるかと思いますドル円がこれを一気に抜けて138.76と 行くようだと、なかなか日経平均も36,000前半で止まるというのは厳しくなってくるかなと思いますので、ドル円の動きも要チェックポイントです。最後にですね、来週の米国の経済指標の発表スケジュール確認します。10月1日の火曜日ですね、22時45分に製造業 PMI、23時にジョル2そして同じく23時に ISM 製造業指数発表されます。 直近2ヶ月ですね、この ISM 製造業景気指数が特にネガティブ視されて、米国家を下落するというパターン続いているので、1日の23時ですね、とても重要だと思います。続いて2日の水曜日、21時15分、ADP 雇用者数発表されます。続いて3日の木曜日は、22時45分に購買担当者景気指数、15分後の23時に ISM 非製造業景気指数発表されます。そして週末ですね、10月4日の金曜日は21時半雇用統計発表されます。日本株に関してはですね、もう月曜日から大荒れの動きになりそうですけれども、この大荒れの週が引けた後の夜もですね、アメリカの雇用統計がありますので、ナイトセッションまで気が抜けないというスケジュールになっています。今日の内容は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。